モンスターハインダーは、アルファユニットより2009年11月19日に発売された、ニンテンドーダシー専用ゲームソフト。本作は、日本国内リリースタイトルとしては唯一となるダシー、専用パッケージソフトで、ニンテンドー DS、DS ライトには対応していない。ダシー専用であるため、パッケージおよび DS カードは白を基調としたものになっており、DS、 DS ライトでは使用できない胸の注意が、併記されている。また、Daci, d a c LL, 3DS, 3DS LL, 2DS, New 3DS, New 3DS LL, New 2DS LL は、リージョンコードが設定されているため、それぞれの各国に合わせないとプレイできない。Nintendo d a c のカメラで撮影した、被写体から出現するモンスターを捕獲。また、 マスターカプセルなど強化バージョンのカプセルを使えばより強いモンスターを捕獲できる。捕獲したモンスターで最大6体のデッキを組みバトルを行う。モンスターは強さに比例してコストがあり、プレイヤーのコントロール力によってデッキに組み込めるモンスターに制限があるほか、所持するカメラのレベルが高いものになると強いモンスター捕獲ができる。プレイヤーはその島で行われている。 謎の大会で勝ち進む。謎の黒い影にお前は選ばれた存在等と言われ、その後目の前が真っ白に、無人島であるオブスキュラ島に現れた街の謎を探るため、潜入捜査官が降り立った。しかもその島には人がおり、トーナメントが開催されていた。タケルはユイカとミサにこの島の秘密を知るため半ば強引にそのトーナメントに参加させられた。タケルたちは、 順調にトーナメントを勝ち進んでいく。しかし、ユイカとミサの何か知っているような素振りにたけるは疑問を持った。ありがとうございます。